日本愛知県岡崎市、岩津地区大門大門は愛知県岡崎市、岩津地区の町名。現行行政地名は大門1丁目から大門5丁目。岡崎市の北西部に位置する。南から時計回りに1から5丁目が置かれている。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に 通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた軍大門村を前身とする。大門遺跡からは、弥生土器などが出土している。かつての集落は、矢作川右岸に位置し、大門の名は、古代北の廃寺の山門があったことに由来するとされる。13世紀に、足利思想家第三代、足利義氏が、鎌倉幕府の三河護として、拠点を構えて、以降、 岡崎は、足利市の第二の本拠地となり、1358年に、足利高氏が死去すると、大門の八剣神社に、足利高氏石宝塔が作られた。また、八剣神社には、鎌倉時代末から、室町時代にかけて作られたと見られている、木造神像も伝わっており、足利高氏石宝塔及び、1296年作成の掛け仏と,と共に、 岡崎市指定文化財となっている。1296年作成の掛け仏によるとかつて、この地に大門寺という寺があり、その南方には勝蓮寺という寺があったとされる。このほか八剣神社の敷地からは、平安時代から室町時代にかけての土器や瓦も発掘されている。1625年と1705年の矢作川結界によって、 現在の大門水峡公園周辺に大門池ができた。また、大園寺北から生じた水が大門池に流れ込んでいた。ありがとうございます。